どうも、こんばんは、エネムです。今回は復刻しました学生捜査官の報告書上級をハロウィンで課金して引き当てた月夜の黒猫アキラを使ってやっていきたいと思います。見ての通り潜在能力は、解放させてません。なんでレベルマックスの素の状態ですね。素のステータスなんで、ちょっと心配なんですけど、フレンドがねやっぱ捜査官限定ってことで有馬しかいないんですよ。まあ、断罪か、無敗じゃねえわ。なんだっけこれ、週末か。週末かになっちゃうんでね。まあ、どうせなら週末使ったろうかなと思ってやってるんですけど、すごいですね、週末有馬率が。月夜のこれの子、アキラのメインクイーン系、アマツ。先日も復刻してたんで、アマツフル覚醒にさせた人は多いんじゃないでしょうか。アマツをメインに持たして、サブは、新たスペシャル、じゃねえわ。新たスペシャルってなんだ黒岩スペシャルと混ぜてた。新たですね。SSR の新たです。こんなね、エッチー、なんていう格好してるけど、実際には、クソゴツゴツしたやつ着てるっていう、そういう感じですね。いやー、アマツ持たせてるんで、なかなか、SM チックな感じになるんじゃないかな。エロ。行くぞってエロいな。いいっすね。尻尾がいいよね。やっていこう。まあ最近ちょっと復刻が多いんでね、うーんって思うかもしれないんですけど、こいつ速度確か135とかって先なかったか。そこそこ速いよな。速くなかったら困るんだけど。かっこいい昇竜拳みたいな。覚醒させようかな。なんか見た目はさすげえいいじゃん。こいつのリーダースキル確かなんだっけ、10ターン目まで生きてたらなんとかそういう感じだったような気がするんですけど、リーダースキルとかって見れなかった。見れるな。あ、10ターン目はできたらっていうのは確か潜在か。仲間操作が残り50、10ターン以降、あるじゃん。生存してればさらに50だから、まあ、10ターン以上なら実質、でも1フロアごとにターン数ってリセットされるからな、そんな長引かない。自身は5ターンごとに耐える 5% 回復。5% な、5% っていうのがちょっと微妙なんだよな。まあ、新たつけてるから、なるべく死なないようにはしてるけど。始めよう。あんな一層だぞお前、そんなと固まってたら。短期でもよかったかもしれないなこれ。短期だともうちょい HP が少ないのかな。オランタン死ねばいい。ジャックだからさ、まあ学生の方のアリマ使ったろうかなと思ってボックス見たらいなかったですね。なぜか。どうしちゃったんだろう俺の学生アリマは。どこに行っちゃったんですかね。ランタンもねキャラ的には好きなんだけど、ちょカグネ実装しろ。カグネ出たっけ。出てないよね。は、強っ。びっくりするわ。こんな効果だったんだ。強っ。ちょ待って、これさすがにスキル使うわ。強かった。あ、なるほどなるほどって感じ。しかも次行動してくるのワンチャン死ぬぞ。そこだ。あは、弱いわ。くっの週末が強すぎるんで、弱いんじゃなくてな。これオートで回してたら、あーなんか沼にはまりそう。効果は適面だな。エロいな。ということで今回は学生捜査官の報告書を、黒猫アキラにアマツを持たして SM プレイしてみたっていう動画でした。お疲れ様でした。私が実況でお会いしましょう。